何かご要望があれば質問してくださいね。はい、はい、それでは記者会見を始めます。まずはじめに参議院で行われている政治資金規正法の改正法案の議論についてです。で、前からも何度も言ってますが、社民党はこれではダメだと、企業団体献金の禁止、それから政治資金パーティーの禁止、政治資金パーティーやって金儲けをするという、まあ、本当に意味のないというか、金儲けためだけにチケットを買ってもらうという、これ実質寄付でしょうという、この問題、これを禁止しない限り大企業のための政治は変わらないわけですから、誰のために政治をやっているのかという点では、まあ、ここをやらなければならないと。なぜ、政治企業献金をやめないんですかと本当に言いたいと、とりわけ自民党に対して言いたいと思います。しかしこの局面になって、文書交通費、まあ、旧文書交通費の、領収書の公開にあたって、それが幹事長のレベルで公開するのか、いや、その現場のその最後の場面での領収書を公開するのか、自民党とそれから日本維新の会の間で認識にずれが起き、なんと日本維新の会は自民党を嘘つき内閣と言っています。内閣不信任案にも賛成をする可能性についても今言及があります。で、私はですね、これはもう領収書は開示すべきだという立場です。しかしもう一つ言いたいのは、日本維新の会と公明党はこの政治資金規正法の改正法案に賛成をして、衆議院で賛成をして参議院に送ってきたわけです。これお粗末じゃないですか。きっちり合意をどうしていたのかをはっきりしないまま、同じ穴の無事な3匹じゃないけれども、これについて自民党が、まあ、とにかく日本維新の会と公明党に賛成してもらいたいから、そこで賛成し、衆議院でこれで可決してるんですよ、通過している。で、参議院に送られてきていて、今度参議院に来たらですね、突然嘘つき内閣と日本維新の会が自民党を批判する、公明党もなんか文句を言うっていうのは違うだろうと。それだったらそもそも衆議院の段階でこんなのに賛成しないでほしいというふうに思っています。で、もう一つ言えば、まだ会期末まで時間がありますし、まあ、もっと言えば政治資金規正法を会期を延長してとことん議論することだって可能なわけで、生煮えのまま成立させることは断じてならないと思っています。社民党は企業団体献金の禁止と政治資金パーティーの禁止と、これをまあ何としてもまあやりたいというふうに思っています。まあ、最後の最後まで声を上げて頑張っていきたいですし、政治資金規正法の改正がこれで終わってはいけないと思っておりますので、精一杯議論をし、かつアピールしていきたいと思っています。で、2つ目は鹿児島県警における内部告発と逮捕の問題、隠蔽があったかどうかについての議論について一言申し上げます。これは私は報道のベースでしかこれを知っておりません。ただこれがですね、やっぱメディアに対する弾圧、内部告発に対する弾圧ではないかと。で、こういう形で内部告発をしたものをメディア、まあ、フリーランスでもいいです、メディアが報道した後、そこに捜索が入るっていうことを許容してしまうと、やっぱりこれはメディアの報道する自由、それから知る権利との問題で、極めて問題があると考えます。まあ、ちょっと例が悪いかもしれませんが、例えば週刊文春に捜索が入るなんてなったら、どこがネタ元かっていうのを知るためにってなったらですね、本当にいろんな報道がされなくなるので、私はこれはメディアに対する弾圧、あるいは内部告発に対する弾圧の面があるんじゃないか。で、こういうことが行われたら、まあ、報道の自由はどうなるのかというふうに思います。で、同じようにですね、例えば国会議員のところにも内部告発って来ることがあるわけですよ。で、それって、例えば国会で質問したり共有したり、いろんなことがあるわけです。その時に、じゃあそれ誰がネタ元かって捜索が入るなんていうこと、万万が一あれば、もう自由な質問や自由な
国政調査権の発揮、内部告発とかできなくなるじゃないですか。まあ、ちょっとこの件に関してはこれからも沖縄県議会で議論があったり、さまざま追及がされるでしょうが、私はこれ要するにメディアに対する弾圧という側面もあるんじゃないか、内部告発に対する弾圧という面もあるんじゃないか、でそれがある社会っていうのはやっぱり日本の報道の自由ランキングってどんどん下がっていますので、やっぱり報道の自由っていうのは保障される社会であるべきだっていうことを強く申し上げたいと思います。で国会も、まあ、終盤となりましたが、まだ会期末23日まで日がありますし、それから今後も会期別に延長したっていいわけです。今参議院の例えば法務委員会では入管法の改悪法案と、まあ、技能実習生の、育成就労に変えるっていう法案が審議中です。社民党はこの永住資格の剥奪、永住資格を在留カードの常時携帯義務違反や故意に拘束効果を払わないことなど、あるいは軽微な事件について執行猶予がついたとしても刑に処せられた場合について、この永住資格の剥奪を行うことができるというこの条文法案に断固反対です。というのは、全ての在留資格を持っている人に対しては1年以上の懲役または禁錮に処せられた、処せられたですからこれは執行猶予もあるわけですが、処せられたものについては在留資格の取り消しが今も可能です。で去年この永住資格の取り消しが行われた永住資格者はゼロなんです。何か問題があるんですかと言いたいと思います。また在留カードの常時携帯義務違反に関しては去年は6件です。でも2014年は1500件超えています。つまりキャンペーンやってあなた在留カードを常時携帯してないでしょということをどんどんやればですね、これは戦闘の前で摘発すればかつて増やしたということもありますし、極めて軽微なことで最も安定的とされる在留資格の延長に関して、ごめんなさい、在留資格の資格の剥奪ができるっていう、これは問題です。で法務省法務大臣はまさにいやいやこれは故意にっていうのは悪意が非常に、悪質な場合でやむを得ない場合は当たらないって言うんですが、条文の解釈として当たるんですよ。でガイドラインでこう変えるって言うけれども、ガイドラインは法律ではありません。いつだって変えられるし、おかしいですよ。法律に当たるということが問題で、結局、入管法務省はまさに広範な裁量権を持ち、条文には当たるけれどもこの人は取り消す、この人は取り消さないということが起きるわけで、まさに広範な裁量権を認めているということになります。これは永住資格者の生殺与奪権を入管が持つということです。でそれも含めこの育成就労に関して共生社会を目指すものだと入管は言うけれど、全くそう思えません。この育成就労も技能実習制度の看板の付け替えでしかありません。本国出るときに54万平均してお金を払う、これはどれぐらい下がるんでしょうか。そのことも明示されていません。管理団体に対して事業者が1人について3年間140万払うと、入管金や年会費も払うという問題に関して、さまざまな人がお金を払うということで、その管理団体などにですね、1人について140万払うんであれば、それは本人が受け取る、報酬、労働対価は減りますよという問題も含めて、まさに中間搾取の禁止、仲介業者の暗躍を許さない ILO 条約ですが、今回の育成就労でそれがどこまで本当にできるのか、それは全くわからないんです。単なる看板の付け替えだと思います。この入管法の改悪法案、そして育成就労法案ですね、とりわけ、永住資格を持っている人たちの剥奪について社民党はこれはもう削除すべきだという強い立場です。でもう一つ地方自治法の改正法案もあります。政府が個別法によらず想定外のことが起きたときに自治体に指示が
できるというものです。でこの2つの法律に共通しているのは当事者に対してヒアリングやってないということなんです。地方自治体に対してヒアリングを政府はやっていません。地方自治法の改悪法案で、情報提供と意見の吸い上げはやってるけれども協議やってないんですよ。そしてもう一つの永住資格の取り消しに関してもそのこの間参議院 の、 法務委員会の参考人質疑に、横浜中華街の、本当に顧問の人が来られました。顧問というかちょっと不正確ですいません、まあ、横浜中華街でもう本当に長く永住権を持っている人が蘇さんが来られました。で彼はですね5月12日までこのような永住資格の剥奪があるという法案が国会に提出されていることを知らなかったっていうんですね。何が問題か、当事者団体や当事者のヒアリングをやっていません。民団やそれから華人協会含め一切ヒアリングもやってないんですよ。つまり今政府がやっているのは地方自治法の改悪法しかり、入管法の改悪法しかり、当事者のヒアリングをやってないということなんですね。まあ、育成就労もそうですが、この当事者不在の法律っていうのは今の自民党のまさに象徴じゃないでしょうか。当事者の声なんか聞かないぞということですね。かつて水俣病の人たちの切々とした訴えを3分で切ったっていうのがありますが、ヒアリングやらないんですよ。でなんでやらないか、地方自治体に対してやったり当事者団体にヒアリングやったら反対がこうそこから巻き起こるんじゃないかということだと思うんですが、当事者不在で法律を作って強行していくっていうのは本当にこの内閣というか自民党の特徴だと思います。まあ、そこのけそこのけマイナ保険証が通るのもそうですが、マイナ保険証を使わせるためにもうどんどんやって耳貸さないっていうことも共通項があると思います。まあ、この終盤国会ですが、地方自治法の改悪法案、それから入管法改悪法、育成就労支援法案ですね、それから、食料供給困難事態対策法、米作れかぼちゃ作れということを言うことができるっていう、ちょっと極端に言えば花畑有事になれば芋畑のこの法案もまさに有事を前提としたとんでもないものだと思います。これらの法案の成立をさせないために頑張っていきたいと思います。そして最後に今週末って今度の日曜日、沖縄県県議会議員選挙があります。辺野古の新基地建設に反対する沖縄県議会であるべきですし、アメリカの言いなり、政府の言いなりになって沖縄を売り飛ばす、まさに沖縄県議会であってはなりません。玉城デニー知事を支え、一人誰一人取り残さない、そんな県議会議であるように、社民党は公認候補を5人出しています。全員当選目指して頑張っていきたい。もう5人絶対当選、あと、まあ、支援をしている人たちもいますし、何としても当選するために、当選させるために頑張りたい、そう思っています。以上です。何かありますか。はい、2点あるんですけど、はい、終盤国会とまた自民党 の、 その問題に関連するんですけど、立憲民主党の方では、まあ、今 の、 岸田内閣で審議できないということで審議も検討されているようなんですが、岸田内閣で審議できるか今の現状でもしお話しできることがあればまずお聞かせください。はい、社民党は岸田内閣は明確に信任に値しない、不信任案は出すべきであるし、社民党はこの不信任に賛成です。岸田内閣はさっきも言ったように国民の声を一切聞きません。そして悪法をどんどん成立させています。そして何といっても政治とお金の問題で
これだけ言われながら詳細を全く明らかにしようとしません。そして政治とお金の問題は大企業や一部の人のための政治を自分のためとそれから大企業のための政治をやっている、そしてそのお金の使い道について情報開示を本当にしないということが問題なわけです。それに対して前進があるかといえば本当の問題にメスを入れないわけですから、この政治とお金裏金問題の追及にしても裏金との決別にしてもダメだと思います。今度の自民党公明党日本維新の会が出している法案は裏金維持法案です。この裏金維持法案を出している岸田内閣は不信任に値する、信任できないと思います。裏金維持法案反対です。ありがとうございます。別件になるんですけど、今日報道ベースで言うと東京都知事選に絡んで、現職の小池知事が立候補するのではないかと言われています。で、本当支援を決めたので、はい、支援を決めていますが、改めてこのタイミングで東京都知事選の位置づけについてどのように考えていらっしゃるか。はい、都政を変えましょう、東京都を変えましょう。小池都政は自民党とべったりで、そこの支援を事実上受けてやる、選挙であり、そういう、政策を、現知事はやってきました。これを何としても変えたいと思います。で、自民党政治とは何か、国民市民都民の声を聞かずに大企業のためにやっているということです。そして私は小池都政もこの大企業やそのためにやっていて、都民の声を聞かない、市民の声を聞かない都政であるというふうに思っています。神宮外苑の木を本当に再開発で切るという問題、日比谷公園における木を本当に再開発で切るという問題、そして築地の跡地の再開発どうするのかという問題を含め、まさに小池都政はあっちも再開発こっちも再開発だけで都民のための都政を本当にやってきていません。その意味では国会で自民党がまさに大企業と自分たちのためだけの政治をやっている、そして小池さんは都政で大企業のためと自分のための政治をやっている、同じですよ、同じ穴のムジナって言ったら申し訳ない、同じですよ、問題の構造が。だからこんな都政を変えて、まさに都民のための都政に変えたい、都民の声が反映する都政に変えたいと思っています。だから社民党は、蓮舫さんを支援するということを決め、たくさんの皆さんたちと支援し都政を変えていきたいと思います。あれですよね、都庁のラッピングものすごいお金をかけているわけじゃないですか。だから光を当てるのは都庁ではなくて、生きている困っている人たちにこそ光を当てろっていうのを見ましたが、本当にその通りだと思います。都庁の下でずっと無やいなどが毎週食べ物の提供やいろんな人たちへの支援をしている、コロナが収まってもその数は増えていますよ。都庁のラッピングじゃなくって、本当にこの東京都下で生きる一人一人の困っている人や何とかしてくれっていう声にこそ応えるべきだと思っています。でも自民党もその自分、権力闘争と椅子取りゲームに明け暮れる政治をもういい加減やめさせないといけないと思っています。都政も変えましょう、同じですよ。どうぞ、よろしいでしょうか。はい、では終わります。ありがとうございます。